29度、30度あ、全然違うとこ見てた福岡市じゃないとこの天気見てた。マジで無理。じゃあどこ飲みよっかな。博多区飲みよっかな。28度じゃん。一緒じゃん。なんだよなんだよ。福岡市ってさ、でかいからさ、区でさ天気違うんですよ。すごくない？ちなみに今の渋谷区は22度ですね。チョイスなどすぎてもいい。福岡市天気。あ、待って待って、福岡市で調べた。現在の天気は23度、風向き北、風速3メートル、湿度 80%。 めっちゃジメジメしてますね。ジメジメです。猫キャットさん、だるま100個ありがとうございます。ジメジメですね。ふんふん。福岡って市の中に区があるの？そうなんですよ。なんだっけ、特例指令都市だっけ、なんて名前だったかな。なんかなんて名前だっけ、忘れちゃった。なんだっけな、なんとか都市、特別なんだっけ、なんかね、大きい市は政令指令都市だ、それだ、はなんか区があるんですよ。大阪もそうだよ。結構多いですね。まあわりかしデカめの市はそういう風にね、大きいからなのか、区でね分けられてるんですよ。まあイメージで言うと、なんだろう、なんだろうね福岡市めっちゃでかいから、なんて言えばいいんだろう、ちっちゃい市みたいな感じらしいっすよ。なんか社会科で2秒間くらい習った気がします。でも別にそんなことをひけらかすほどの知識でもないと思うので特に言いませんけど、なんかそういうのがあるみたいですよ。なんですって福岡は。そう、まあ、別にそんなことをしたところでという感じです。私からすると区があるんだなって終わりでかいんだなみたいな、でかいって、ね、規模感がでかいんだなって思って終わり。うん、別に私も知りたくないし、そこまでの興味もない。猫キャットさん、ハートありがとうございます。そうなんですよ。だからね、博多っていう区画は結構少ないんですよね。福岡県博多市じゃないんで、福岡県福岡市博多区が博多なんですよ。でも福岡といえば博多やない。私博多市があると思っちゃう。なんか やったじゃないですか、あのなんだっけ、学校で。それでもなんか福岡といえば博多みたいな感じのイメージあるけど、実際はね博多っていう部分は結構少ないですね。なんとかだなってゴミだと詩人感が出る？出ないと思います。別にそうなんだよね。だから暑いよね。楽しい。こんなね勉強したいわけじゃないのよ。多分みんなもこのショールームにさ、あの勉強しに来てるわけじゃないと思うんだ暑いよね。楽しい。暑いけどまたさ雨降るらしいですよね、来週くらい。もう本当にすぐ雨降ったり雨止んだり晴れたりとかするの。だ梅雨なんですかね結局今って。どうなんだろう。猫キャットさん、ハート100個ありがとうございます。
梅雨いつ。去年は6月11日から7月19日だったみたいです。じゃあまだ梅雨だね。じゃあため息ついちゃうんだけど、なんだこれ。梅雨明けは九州北部だから7月の真ん中くらいですね。でも今年はめっちゃ早かったみたい、九州北部を。ふむふむであります。じゃあ早く終わるのを待つしかないですね。ビバップ団長さん、傘ありがとうございます。佐藤久さんも傘ありがとうございます。なんかいつもさ、私ロック画面スマホの白にしてるんですよ。なんかパッてさ、こう誰の携帯だろうと思って開いた時になんか自分の趣味見られるのが嫌で、なんか映っちゃった時にねモザイクかけさせるのも申し訳ないから、白だったらさもうなんかダメじゃないですか。何度もなんか何でもさ映っちゃったらさ、なんか何か意味のあるものだったらモザイクかけなきゃいけないじゃないですか、人のさプライベートだし。でも白だったらそういうこともしなくていいから楽だろうなと思って連れましたんですけど、最近ねコンサートがあったじゃないですか、のリハの時間だけ変えてるんですよ。リハ以外だとこう街中でパッて開いた時に見られたら嫌だからまた白に戻したんですけど、リハ終わった時に本番が終わった後になんか変えたいなと思って、もうね何年ぶりだろう、2年ぶりくらいにロック画面をね写真に変えたんですよ。だから街中で開くのちょっと恥ずかしいんだよね今。そう、別に見られてもいいんです。リノとアイリの後ろ姿とヒジリの指ハートっていう写真なんですけど、なんか見られるの恥ずかしいよねこういうの、なんかこういうの好きなんだみたいな。だって顔映ってないから誰か分かんないじゃん。うちらは分かるけど、まあ、初めて見る人がさ、例えば電車の中でたまたま見れちゃったとかだった時とかになんか誰の写真ってなるじゃないですか。なんか恥ずかしくて最近、でも気に入ってる写真だからいいかと思って。かわいい、これ見ていつもニコニコしてます。なんか何にするんだろうと思って、逆にみんな、なんか私は昔はもうそれこそ本当に推しメンがツイッター載せてた画像とかを貼ってたりしてたんですよ。でもなんかよく考えたらなんかちょっとねって感じだし、じゃあかといって自分の写真載せるかって言ったらそれもっと何みたいな感じじゃないですか。自分のみたいな、自分の顔ロック画面にしちゃうんですかみたいな思っちゃって、自分ではそうなると後ろ姿が妥当かなみたいな。匂わせまくってる、プンプンしてるよ、みんなに書かせてます。コハルンって呼んでほしいです。コハルン、かわいいかわいい、もっと推しメンの後ろ姿の写真にしてる。それもう未練だよ笑い方が変。そう、でもやっぱ後ろ姿はなんか妥当だなと思っていいと思うんですよ。だから一瞬誰かわかんないし、なんかいいよね。なんか自分で撮った写真じゃないとさ、権利がどうこうとかあるけど、これ自分で撮った写真だから別にね、もう肖像権とかちょっと一瞬無視させてもらってメンバーだし。牛坊さんハートありがとうございますって思ってこれにしてるんですけど、恥ずかしいですね。なんか最近は開くときにちょっと周りの目を伺いながら開くようになりました。じゃあ白に戻せって話なんですけど、でも可愛いから気に入ってるから、そうでもね、自分でも不思議だなと思って、なんで同期の写真ロック画面にしてるみたいな、彼女じゃないんだからさ別に付き合ってるんですかみたいな。いうのを思ってます。
ちょっとバレないようにさくちゃんとわかにゃの通常の顔抜きかな。衣装メインにしてる。いいやん、匂わせてるね。ホーム画面は白。伊藤ごまさんハートありがとうございます。ホーム画面は白です。ホーム画面だってアプリとかあるからさ、なんかあのなんかさ、おしゃれに変えるやつちょっと前に流行って、私あれやってないんですよ。なんかめんどくさそうだなと思っちゃって。だからあのね、私はめっちゃアプリ持ってて、もう見れてるから全部真っ白ですね、背景。その方がやっぱ見やすい。あのパッと見た時に何か分かるから、ごちゃごちゃしてなくてすごくいい。マジでおすすめ、全人類に勧めたいと思っている。私はこの白背景を。そうでもなんか友達のとかにする、見ると結構友達の写真とかにしてる人も多くて、なんかいいなと思う。そうなんかね、あとメンバーじゃない子だと、あの万が一のモザイク漏れの時にあの、ね、誰か知らない人の写真を公開しちゃうからできないんですよ絶対。このだから後ろにね、スマホの後ろにチェキを挟みたくても、同期と、まあ同期以外とさ、プリクラ撮らんけど、写真もねここに挟めないし、結構気を使ってるんですよ。だから私と友達になったら安全っていう、私は絶対大丈夫だよって言ってあげて、このホーム画面でツーショットを撮ったとしてもバレることはない。誰かが私の LINE のやつを勝手に載せなければ大丈夫。ニコキャットさん、だるま100個ありがとうございます。 LINE はね、いや嘘だ、 LINE もな、メンバーだな今。 LINE のアイコンはそのさっきのメンツと、最近ね一緒にいることが多いから、そこのメンツとの写真と、後ろは好きなお菓子の写真ですね。今までこれも白だったんですよ。マジで全部白で、もう無個性極まりないアイコンだったんですけど、いやアイコン何だったかな、覚えてないや。私結構アイコン定期的に変えたいタイプで、結構変わってるんですけど、今は写真ですね。自分の顔をアイコンにしたのなんて本当に久しぶりよ。だってね、なんかちょっと恥ずかしいじゃないですか。だってツイッターのインスタも自分の顔アイコンなのにさ、 LINE も自分の顔アイコンにしたらさ、もうオーマイガーみたいななるからさ。感じだから、でも自分の顔にしちゃいました。でもなんかツイッターとかにはしないようなやつだよね、人いっぱい写ってるし。病んだら白から黒になるやつ。でもなんか私心配されるの嫌で、なんか大丈夫みたいな、いや大丈夫じゃないねんと思っちゃうから、あんまりなんか気分が落ち込んでも誰にも言わん、基本的に。そうだから私はもうこれにして日が経ちますね。もう変えるのめんどくさいとか、自分じゃ見れないじゃんアイコンって LINE は。だからさ、変えるの忘れちゃうんだよね。名前も適当にしちゃう。でももう一言が怖くて書けないの。だってさ、いつさらされるか分からないいつさらされるか分かんないから、怖くて絶対一言載せられない。怖いよ怖いよ怖いよ。あ、3日だ、3日。 K さんハート100個ありがとうございます。そのライブでさらされる危険があるから、絶対に無個性を貫きたい。でも無個性すぎてもなんかこいつなんか特徴がないぞとか言って載せられても嫌だから、できるだけ息を潜めて。マナフィーさん、てるてる坊主ありがとうございます。息を潜めています。あとなんか BGM とかもつけたことなくて、でもなんかもともとさ一言とかをなんか私あんま載せる文化なくて、なんかさ中学校くらいの時に、私と同世代の人限定なんだと思うんだけど、多分私より上の人は LINE がそんなに普及しなかったかもしれないからどうかと思うけど、あの私と同じ年くらいの人は分かると思うんだけど、中学生くらいの頃にさペアでさこうメッセージをこう2つ続けて読むと意味が分かるみたいな
なんかまあ一種の匂わせみたいなことをさ、仲良しのグループのことかとやるの流行ってませんでした？めっちゃビーバップ団長さん、てるてる坊主ありがとうございます。伊藤釜さんもハートありがとうございます。なんか歌詞の例えばサビの一回し目を A 子ちゃん、二回し目を B 子ちゃん、大サビを C 子ちゃんみたいなのをしてたのを、あ、すっごいなんか私羨ましくて、あとペアが一個の画像をハッて切って二つにするみたいので、こうなんか一言の一番下にもう永遠にずっともみたいなことをこう書いて、こう仲良しなのうちらみたいなのをやったりとか、もうそれのカップルバージョンがあったりとかねしたんだけど、したことなかったね。うん、悲しいね。したことなかった。シーブリーズの蓋も交換したことなかった。いつだって同じ色だったよ私。伊藤さん、ハート100個ありがとうございます。ニコキャットさん、馬ありがとうございますとか、もうねガチあのもうすごい詩的な文章を載せるみたいなのもあったし、あとなんかもう何あれなんだっけ、え、あー分かんない、思い出せない、なんとかなんとかプロフィールなんだっけみたいな、なんかもうカップルがなんかもう何年何月からみたいなフォーエバーみたいなことを書いてるやつとかあって、私結構人の一言見るの好きなんですよ。まあ好きだったかな、正しく言うと。今はもう全然誰もつけてないから全然見なかったんだけど、そういうの見てははーんって、あれこの二人この間までペアだったのに、わ変わっている、まさかみたいなのを思ってましたね。小やぷさん、デルデル坊主ありがとうございます。ヘタッピさん、これは睡蓮ありがとうございます。ネコキャットさん、だるまありがとうございます。あ、HKH のだるまだ、イエーイ。シーブレイズの蓋交換したサイドめちゃんこ上げてツイッターに上げるやつ、え、それが LINE のアイコンの人もいたな。で、キラキラのフィルターね、そういうのをしてたな。懐かしいな。してたなじゃないよ、見てたなだった。なんか記憶捏造しちゃった。勝手に記憶を作ってしまいました。ごめんなさい。そう、みんながそういうのやってんの見ながら自分の同じ色のシーブリーズを見てたずっと。でもこの間薬局かなんかに行ったら、もうもともとシーブリーズのこう上と下が分かれてるのがあって、これ買えばよかったって思った。もう一人で交換スタッフになってね、誰と交換したのって言って、え、秘密って言って、誰とも交換してないって。悲しいよね。でも一回だけそのシーブリーズ交換できるかもっていう時があったの、友達がね。で、交換しようって言って、じゃあ今日買おうねって言って次の日持ってきたら同じよね、使ってきてて頭悪いみたいな。一応交換したけど同じ色なんだよね、交換しても。だってもともとが同じ色だから。だからその時にさ、ちゃんと私何色かんでとか決めればいいじゃん。なのにさ、二人で同じ色買ってさ、きっつ。マジで超お腹良しで面白い。サッチンさん、傘ありがとうございます。てるてる坊主もありがとうございます。めっちゃ面白くない？なんでさ、たくさん色ある中で同じ色選ぶかなみたいな。超笑った。もう本当に無理だった、あの時面白すぎて。嘘じゃんと思って。だってさ、やっとさ、私もさ、この色違いシーブリーズデビューだと思ったのにさ、同じなんだけどって思って。絶対色違い買ってほしかったな、あの時は。世界で一番面白かった。嘘でしょと思って、信じられなかったね。自分の相手が信じられなかった。こんなことってあると思って、涙出るかと思って、出なくてよかった。そう、それ以来ですね。本当に悲しいよね。そう、でもみんなしてたり、またやっぱ黒板、
放課後残って黒板に名前とか書いたりして、もうこっそり2秒だけ写真撮ってもうすぐ携帯しまって帰るみたいなとかしたな。なんか放課後残ってよかったんですよ、学校にね。でもなんか私は結構即帰宅派だったんですよ。いかに早く帰るかに命かけてたから、あのね、ほぼ帰宅部だったんです。帰宅部エースだったから、マジで最速、誰よりも早く学校出て、誰よりも早くもう家に着くっていうのを目指してたから、あんま残んなかったんだけど、昔は若かった頃は結構残ってましたね。学校に残ってもうクラスのことをもうぺっつらりくっつらり喋って、もう夕方になって帰るみたいな。本当に結構ギリギリまで、学校に入れるギリギリまでいて、みんなでまたぺっつらりくっつらりしながら寄り道して帰るみたいなのをしてましたね、昔は。でも本当に年を取るにつれて無駄じゃんって思っちゃって、早く帰るようになっちゃいました。それが多分友達ができない原因だったと思うんですよ。あと学校に残って学校で告白してる子の冷やかしに行くっていう最低のこともしてましたね。冷やかしっていうか、もう陰でこうやってみんなで漫画みたいに壁からこうやって3人くらいで顔出しても頑張れ頑張れしてましたね。そう、でもマジでなんか廊下で告白するんですよ、うちの学校の人たち。なんか結構めっちゃ丸見えで、絶対 OK されるって分かってて多分やってるんですよね。だってそこでさ振られたら恥ずかしいじゃないですか、めちゃめちゃみんな見てるのにさ。だからみんながおめでとうっていう風にこう駆け寄る中で、こうよく分からないけどこうやって混ざって一緒にで拍手してました。応援団させてもろて。エコキャットさん、ハートありがとうございます。そう、ないというか分かんないんですよ、さすがに。なんかまあ普通の声量で喋ってるのを遠くから見てるからね。でもなんかすごい頑張って話してるのと聞いて、なんかちょっとこう感動して、なんかいいねみたいな、おばさん、近所のおばさんみたいな近所のおばさんポジ、すごーいおめでとうみたいな。でいつの間にかペアがなってるってやつですね。そこまでがもうテンプ。そしていつの間にかなんかなんか別れは出会いの始まりってことがこう書いてあって、なんかあなるほどみたいなのをこう知るみたいなね。猫キャットさん、ジージーありがとうございます。そういうのを見てた学生時代でしたね。もう今となっては遥か彼方のように感じます。おもろ。マナフィーさん、傘ありがとうございます。ビーマップ団地さん、ジージーありがとうございます。あとはお誕生日のサプライズで、結構いっぱいサプライズのパターンがあったんですけど、私が一番すごいなと思ったのは、お誕生日にそのお誕生日の子と一番仲のいい子が喧嘩したんですよ。でもなんかすごい放課後なんかなんとか塔に来てみたいな、もうこのここに来てみたいなこと言われて、もうその子が泣いちゃって、そんなね当日に喧嘩すると思ってなかったから。でもどうやらそれはただのお誕生日のサプライズで、そこに行ったらなんかもうキレ散らかすその子がいたんだけど、なんかあのさみたいな、こう切り出した時にお誕生日おめでとうってみんながこうバーってやるっていうサプライズが、もうなんか私一番感動して、何それみたいな、ドラマじゃんと思って。猫キャットさん、バラありがとうございます。マナフィーさん、だるまありがとうございます。そう、すごくないですか、めっちゃいいなと思って。私もされるかなと思ったけど、よく考えたら春休みだからされなかったですね。あとはやっぱ王道にロッカーの中にお菓子詰めまくりとか、なんかうちの学校は学校で鍵を買ってたんですけど、なんか鍵が何種類かに1個同じのがあるんですよ。でそれで鍵忘れたら借りるんですけど、その鍵で勝手に開けてまあ今思ったらどうなのって感じなんだけど、友達だからいいとして、鍵普通に開けてお菓子じゃんじゃんに詰め込んで、その子が普通に学校に登校したら、まずその子が鍵をかけてなかった後に鍵がかかったりとか、鍵が違うのになってたりとか、もう分かるんですよ、なんかやられたなみたいな、誕生日だしみたいな。でもうつってこうやって開けたらお菓子バーンみたいな、でお誕生日おめでとうみたいな、
のをしてましたね。めっちゃ懐かしい。ずっとしたかったのに、私一回もされたことない。だって学校行ったことないもん、その日涙出そう。こよぴさん、スイレンありがとうございます。マナピーさん、ハートありがとうございます。そう、セキュリティ甘々ないよ、マジで。今思えば別にそれでもな、大きな事件がなかったっていうのがいいよね。平和だったなと思います。懐かしいな。やりたい。お誕生日サプライズしたい。涙サプライズ、ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功。私も懐かしい。高校生、高校生って響きがなんかも懐かしい気がする。え、つかそんな時代があったと思えないんだけど、自分で。やばくない？やばくない？もうドキドキ。自分で思うのが、私ってまだ二十歳いってないんだなって思うと、なんかびっくりする。なんか私ってまだ20年も生きてないんだと思うと、なんかええー、ってなる。18年しか生きてないんだね。びっくり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 。あ、虹だ。ビーバップ団長さん、音符ありがとうございます。マナフィーさん、虹ありがとうございます。ルンルン。吉村 JK オーラある。だって年齢で言ったらまだ高校生だもん。 JK なってるかな。 JK こんなポーズしないわ。 JK だぞ。イエイ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 。てか授業超だるくね。先生マジでうざいんだけど。JK のイメージの偏見やばい。伊藤駒さん、バラありがとうございます。あきじいさん、だるまありがとうございます。レオくんもとさん、かわいいありがとうございます。ブリハマチさん、かわいいありがとうございます。てか帰りたぴらない？渋谷行こう。マルキューで買い物しよう。その JK 俺はマジですか？涙出ちゃう。JK だと思ったのに。タピロ、タピロ、バエー、インサトロ、ストーリー載せる。私の JK のイメージ。めっちゃタピオカ混んでんじゃん、マジピエンみたいなイメージなんだけど。ギャル。私の JK のイメージギャルなんだよね。JK ってギャルだと思ってるから、一生。私高校生になりたい。 JK になりたい。女子高校生が夢だから。マジ、とりあえずマジって言えばいいと思う。若にゃん帰りに渋谷寄る高校やったな。なんかそういうのを聞くのやめた方がいいと思います。私のプライバシーなんで答えないです。イメージって言ってるしね。ギャルだと思ってる。わからない。 JK がギャルなのかどうかというのはね、平均してギャルが JK に多いのか、 JK の中にギャルがどれくらいいるのか、私は詳しくないんですけど、でもやっぱ JK っつったらなんかそういうイメージじゃない？なんかプレイだろーみたいな。私見たことないんだけど、プリからつけまが出てくるとまだ信じてるから。昔はね、プリクラからつけまとか出てきてたらしいんですよ。私の時代はもうなかったんですけど、でも私はそれをしてるのが JK ってイメージだから、なんかもう、あやつけま、あやつけま取れたんだけどみたいなのがJK のイメージなの。昔なんだよ。ちょっと昔なんだよな。こよっぴさん、かわいい、ありがとうございます。なんだよね。でも多分実際の JK ってそんなんじゃないと思う。それ俺らの世代すぎる。同世代だ。じゃあ同世代。ギャルとチャラ男なら言った。そう、男の子はやっぱ全員チャラいか真面目メガネくんだと思ってるから。ガチ偏見なんだよな。高校行ったことないんかってくらい偏見ある。
行ったことありますけど、ちゃんと高校行ってたんですけど、でも私の中での高校とあの現実は違うんですよ。私が話してるのは全部架空全部架空の高校生たち。そう、男の子はもう金髪のチャラ男か黒髪のメガネの生徒会長かなんですよ。二択なの。普通の子はいません。あ、あと野球部、3パターンしかいません。女の子はギャルしかいません絶対嘘。そう、全部漫画出てきそうな子しか知らんのよ私。めっちゃおもろ。もう人間なんでね、元タイプはいっぱいいるんですけど、私の中で勝手にそう思ってます。だから高校生の話したら JK の真似してっつったら、私は全部旅の申しか言えなくなっちゃうんでそう、メガネの子はメガネ外したらかっこいいんだよね。女の子もね、あのギャルじゃない子は全員メガネかけてるんだけど、メガネかけてる子はメガネ外したら超絶美少女なので、その好きな男の子になんかメガネじゃない方が可愛いよってこと言われて、次の日コンタクトにしてきて、なんかあの子誰みたいな、超可愛いみたいなことをこう言われるっていうのが、まあ大事な流れだよね。そう、これがもうテンプレです。こうあるべき、高校生ってこうあるべきで、大体めっちゃ可愛いスタイルのいい子が、すごい高飛車な髪の毛黒い子が歩いてます。カツ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 で、だいたい主人公の子はそういう子じゃなくて、そのメガネかけてる子を好きになるんですよ、男の子はね。で、女の子がなんか、なんであんな子がいいのかわかんないってことを言うわけですね。でも、そのメガネを外したら超可愛いみたいな、で、何あいつみたいなことを思うっていうまでが私のイメージです。どうなんだろうね、実際は現役の JK まあ、どういう JK ライフを送っているのか、ぜひ私に教えてほしいですね妹に聞こうかな。そう、花壇みたい。花壇ってこんな話なんですか。花壇見たことないんですよ、今まで一回も。なんだっけな、なんとか4、なんて、何4だっけ、パーフェクト4、P4、 何4だったかな。ヘタッピさん尊い、ありがとうございます。なんとか4、ワンダフォー君の届け、君の届けは分からんな、もっと。 F4、 何 F って、 F から始まる、 F から始まる言葉が出てこない。フリーランスしか出てこない絶対違うF ってなんだろう、何4なの、 F4 って何、フラワー、フラワー4、あ、花壇だから花壇ね、だ、なんてなかった、花ね、あ、なるほどね、負けたわ、ダメだ、やっぱ花、あ、花の4人組なんだ、かっこいいじゃん、めっちゃいいじゃん、めっちゃええやん、なるほどね、今度からちゃんとP4 やばいな、なんやねんみたいな。パーキングじゃん、パーキング4フラワー4ね、へそであります。私が知ってるのは、え、花沢るいくんが主人公なんだっけ、それとも道明寺くんが主人公なんだっけ、え、どっちかがめっちゃ主人公っぽいのに主人公じゃなくて、え、どっちかがなんか覚えてないや、どっちが主人公なんだっけ、花がついてるから花沢くん、はてにゃはてにゃ、あ、そうだ、花沢くんが主人公かと思わせつつ道明寺くんなんだね、なるほどね、これいつも間違えちゃうんだよね私。なるほどね、これもう本当に本当に分かんない、
道明寺めちゃめちゃ主人公タイプなんだよ。やばい、見てないのバレる。違う、なんかわかんないけどさ、だって名前がさ主人公っぽいじゃん花沢くんだっけ名前、花沢くん合ってる。ずっとねその子が主人公だと思ってたので、誰が好きなのかな、誰かが好きな、ママかな、ママかなんかが好きで話したんだよね。なんか主人公じゃんみたいなこと言ったら、え違うよって言われても、えみたいな、嘘やん主人公じゃないんみたいな。そうで熱弁された道明寺くんの良さを。でわからんみたいなえなんかわかんないけどそういう話なんだよね。なるほどね。名前がさ、だって花ついてんだよ、フラワー4に花が、花の4人組の中の花なのに、全く全くじゃないよそうでも見たことなくて、去年ね自粛の期間の時に見ようかなと思って機会逃して見れなかった。見てみたいですね1回くらいは。見たことないから。ドラマだけしかない。映画？ドラマ？アニメ？映画？ドラマ？アニメ？ドラマなんですかね。あ、映画なのかな。何があるんだろう。漫画があるんでしょきっと。漫画があるのかな。漫画原作かな。ゲームもあるよね。ゲームがあるのだけ知ってる。何で見れるんだろう。ドラマと映画、なるほどね。漫画がドラマになって映画、なるほどなるほどでございます。花沢でオーズ様タイプなのに当て馬役の名前でしょ。オーズ様タイプでしょだと思ったから主人公なのかなと思ったの。なんか顔が主人公だからでも違うんだよね。それがねあのギャップ萌えみたいなのかもしれんね。なるほどね。じゃあドラマを見るのがいいんだね。漫画とドラマを見ればいいのか。漫画はね、あの買わなきゃいけないからちょっと大変なんです、場所が。じゃあ見ますかね、今度。見たことないからね。それであの理解しようと思う。ちゃんとそ今度こそ覚えれば主人公が誰なのか。なるほどね。いやみんな幸せになってくれるといいね。だって4人と恋をするわけでしょ女の子は。じゃあ4人の誰かと恋をしなきゃいけない。なんていうの。その4人が主人公のことが好きってことだよね。で主人公は誰を選ぶのっていう話やんなきっと。だからいいね主人公人気かわいい。ええやんめっちゃええやん。めちゃくちゃ優しいんだ。いいね優しい子がやっぱいいね結局。でも違うんだもんね。え道明寺くんが意地悪なんだっけ。誰が意地悪なんだっけ。誰かが意地悪だよね。そこら辺まで知ってる。なんかなんで知ってるんだ。何も知らないはずな。なんか一部一部知ってるのなぜだろう。何も覚えてないんでござんす。でもなんかやっぱみんな有名だね。こんなみんな突然私よりもいろんなことを知って教えてくれてる。ありがとうございます。勉強になっております。そういえば私口内炎できたんだよね口に。ショック。なんか最近口内炎できてなくてなんか超調子いいじゃんと思ったの。私めっちゃ最近栄養とってるんだなと思って喜んでたら口内炎めっちゃできて泣いてる。辛い。口内炎早く良くなれって思って。久々だよこの痛みは。あー悲しいな。バイバイ口内炎したい。口内炎でできないタイプの人ってマジでできないよね。超羨ましい。物もらいもそうじゃない。物もらい最近ならんけど毎日みかん食べよっかなみかんの季節じゃないからみかん食べないよ私もう。今の時期一時期はみかんとリンゴを毎日食べるとかしたからさもう健康生活だったけど
やっぱダメだね、ビタミンは取らなきゃダメだね。ビタミン大事なんです。唇に触れたのは柔らかダイヤモンド、今まで君が持っていたもの、どうすればいいのと、僕はただ雨の中に君を受け止めるだけど、動けないよ。リーコだ。リーコだ。リーコ、リーコ。ザッピさん、かわいい。ありがとうございます。リーコ、リーコ、リーコって顔かわいい、本当に。なんか最近赤ちゃんみたいな顔しててかわいい。リーコがインスタ3個載せてる間に私1個くらいしか載せてないもっと頑張って、私絶対もっと頑張ってほしい、どうにかして。外出ないんだよね、マジで。ちゃんと載せようと思います。私ママに撮ってもらえないのね、写真。ママに撮ってもらいたくないの、絶対。今まで人生でママに写真撮ってもらったことなくて、だからママに撮ってもらえないから、誰かに撮ってもらわないといけないのよ。ママとかに撮ってもらえるんだったら全然いいんだけどね、いつでも撮れるやん、毎日でも撮れるんやけど、恥を捨てなきゃいけないんだろうけど、なんか無理なの、絶対ね、ダメなんだ多分ね。ママも写真撮ったことなさそうだから、絶対メンバーとかの方がうまいと思うのってママも言ってるし。だからメンバーでも、メンバーと毎日私は会えるけど、メンバーは嫌かもしれんやん、もしかしたら。だって私と毎日会うのって結構きついと思うよ、正直。自分で言うのもどうかと思うけど。そう、しかも会うだけでさ、会って写真撮って返さんやったらいいけど、多分ないやんそんなこと。でもさ、純粋に考えて、私と一日ずっと一緒にいるのが毎日続いてたら地獄だと思うの。私の家族結構すごいと思うんだよね。だって私と毎日の結構苦痛だよ絶対うるさいし。だからさ、私と毎日一緒にいるのって苦痛だと思うから。あとなんか私の都合で毎日外に出させるのもなんか申し訳ないやん。だからさ、言えんのよね、人に。写真撮ってとかあんま言えんくて困ってるところよ私猫キャットさん、タコありがとうございます。タコ、だからまあ頑張ろうと思います。誰かに会った時に写真撮ってもらうね。うんうん、痛くないんだけど毎回痛いって言っちゃうんだよね私。そう、インスタってわかんない。なんか自撮りとか載せてもおしゃれな人っておしゃれやけど、なんか違うなって思っちゃう日もあるよね。そういう日ってあるよねみたいな、みたいな、みたいな。私もメンバーと家族以外だったら別に毎日会いたくないもん、人間にメンバーと家族は特別だけど、他のちょっと毎日一緒にいるって考えたらなんかもう嫌、話すことなくなる、普通に気使うし。バカナちゃんの配信を毎日見るの楽しいんで。だって1時間とかじゃん、1時間とかで私がさ、こうまあある程度さちゃんとして喋ってるから。私普段もっとやばいよ、話すこと全然しっちゃかめっちゃかだし。そうなんだ。で多分さ、みんなさ、この配信ってそもそも私の話を聞くっていう体で来てるからさ、苦痛じゃないと思うけど、多分これがもし変わるとしても私多分みんなに喋らせないから、ずっと絶対苦痛なんだよね。でも分かってるから直そうと思ってるんだけど。
だからさ、絶対さ無理やと思う。私メンバーから全ほぼ全員から絶対結婚できないって言われるんだけど、そういうとこが理由だと思う。何だってそう、なんか友達に絶対結婚できないって言われるのなんかすごいショックじゃない、なんかえみたいな嘘でもいいから言ってくれよって思っちゃう。なんかねえ、なんか良くないみたいじゃんね。なんか何だってそうね、悲しいです。なんかするかしないかは別としてさ、なんか一応結婚できそうとか早く結婚しそうとか言ってほしいさ、あるくない。なんか絶対結婚できないよって、なんかちょっとみたいな、涙出ちゃうんだけどみたいなね。私もできないって言われる仲間ちょっと悲しいよね。ウケるけど、そう、どうだろう。だからもし結婚したら全員に結婚できましたって言いに行くずっと結婚できないって言ってたけど私でもできるよって言いに行きます。マウント取りに。嫌われるわ絶対やめとこうっと。というわけでね、私メールを送らなきゃいけないので、ちょっとここら辺でショールーム終わりにしようと思います。というわけでランキングを見たいと思います。ランキン、ランキン。13位、ハシムッチさん、ありがとうございます。12位、イチさん、ありがとうございます。11位、ニシプーさん、ありがとうございます。10位、佐藤久夫さん、ありがとうございます。9位、レオ熊本さん、ありがとうございます。8位、ヨシボウさん、ありがとうございます。7位、ビーバップ団長さん、ありがとうございます。6位、コヨプさん、ありがとうございます。コヨプさんじゃないんだった。コチャンさんだった。もう全くもう。こちゃんさん、ごめんなさい、ありがとうございます。5位のんのんさん、ありがとうございます。4位とうごまさん、ありがとうございます。3位へたっぴさん、ありがとうございます。2位ねこキャットさん、ありがとうございます。1位まなぴーさん、ありがとうございます。というわけでございましてね、本日もありがとうございました。最近毎日8時だったから今日はちょっと遅くしてみたよというわけでね、じゃあ皆さんまた今度配信したら来てください。じゃあね。なんか私今日ちょっと顔すっきりしてた。やったね。バイバイ。おやすみ。